マイクラ都市伝説。プレイヤーはワールドを作成すると、ピラミッドを見つけるんだ。ピラミッドを少し探索して、外に出ると、夜になっていた。え？なんで夜になっているんだ？プレイヤーは驚きを隠せない。ピラミッドの入り口を塞いで、朝になるまでやり過ごそうとした。しかし、20分経過しても明るくならない。参ったな。とんでもないバグだな。そんなことを考えていると、突如 TNT が爆発する音が、調べると、大量のゾンビが、異常事態が起きていると考えたプレイヤーは、一旦マインクラフトを終了。翌日、再びマインクラフトをプレイ。見覚えのない看板が、時間を元通りにしてほしいなら看板に従うように、と書かれていた。プレイヤーは従ってみることに、そして、後ろを見ろ、と書かれた看板まで到着。身構えながら振り向く。しかし、何も起きない。怖くなったプレイヤーはその場から逃げることに、プレイヤーは立てこもることにした。そして、あらゆるところから外を覗く。と、後ろを振り向いてみると、奴が立っていた。奴が振り向いた途端画面にノイズが走る。そして、ゲームがクラッシュ。その後ワールドを削除してしばらくマインクラフトをやらなくなったという。